in me. Thank you.
にお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち仮面女子です。よろしくお願いします。はい、私たち仮面女子は東京秋葉原を拠点に小説劇場で毎日ライブ活動をしている地下アイドルユニットです。先日新メンバーが加入しましてですね、今日はその新メンバーを含めた6人でやってきてます。イエーイ。総勢ね16人いるんですけども、あのアリスチューバー、スチームガールズ、アーマーガールズって3つに合体した仮面女子なんですけども、そのうちのスチームガールズ6人です。自己紹介していきます。じゃあ私からみんなのことを紹介していきたいと思います。坂本真奈です。小島優香、猪狩ともか、黒瀬沙羅、水沢麻衣、神谷絵里奈、この6人でやってまいりました。お願いします。はい、ということですね、今回こうして私たちが大阪にやってきたということで、この後ライブが終わりましたらあちら側に渡りまして、私たち無料配達会を行っちゃいます。どなた様でも来れますし、本当に0円で私たちとハイタッチができますので、ぜひよかったら終わったらすぐにやりますので遊びに来てください。そして私たちメンバー全員ツイッターをやっております。全員ツイッターをやっておりますので、あの漢字4文字仮面女子とツイートしていただきますと私たちがフォローしに行っちゃいます。やってみてください。よろしくお願いします。お願いします。私たち仮面女子は地下最強のアイドルって言われてるんですけど、どんだけ最強かというと、2015年の11月にあの埼玉スーパーアリーナでワンマンライブを成功させました。すごいよね、1万5000人もね方がたくさん応援してくれたんですけども、その説は、ね、そして今年の1月にニューシングルをリリースしたんですけども、仮面大陸と書いてペルソニア、いすみ色彩の街で両 A 面シングルなんですけども、なんとオリコンチャート2位いただきました。ありがとうございます。2位、大事なところのとこ、ワン、ツー、ツーの方ね、ツー、ツー来ましたよ。ありがとうございます。口ではね、なんとでも今ね、言えるわけですよ。そうですよ。でもね、やっぱりライブを見て皆さんね、興味を持ってくださる方も多いと思うので、この後、オリコンチャート2位をいただいた、コメンタリックが、ペルソニアの曲を披露していますので、皆さん、最後まで楽しんでいってください。イエーイ。それでは皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。聴いてください。ペルソニア。
Yeah!
黄色いベンチコートを着た仮面をかぶった高生たちが今そこのあたりで無料でハイタッチ会を行いますので、ぜひぜひ皆さん誰でも参加できます。お待ちしております。待ってます。そして私たちは全員ツイッターをやっておりますので、ぜひツイッターやってる皆さんは漢字4文字仮面女子とツイートしてみてください。そしたら仮面女子や仮面女子ウエスト、いろんなメンバーがフォローしに行っちゃいます。この後も、ライブが19時半から同じ場所でありますので、また見に来てくれるの待ってます。それでは以上、仮面女子でした。ありがとうございました。やっぱ仮面女子チームがあるんだね。